下に指名する僕って本当に気持ち悪いですよねって言ってきたから、本当気持ち悪いよねみたいな。言ったらブーみたいな感じちゃってんだ。そう。ちょっとそんなところなんて、ちょっと警察に行った方がいいよ。お疲れ警察署かなんか行ったら電話来て、女は。セカンド、ストリートです。どうぞご覧ください。本日はですね、伊勢ちゃんスタジオのいっちゅうちゃんに来てくださっております。イエーイ。2回目、ありがとうございます。ありがとうございます。出させていただいて。伊勢ちゃん、ちょっとリスナースタジオの方で撮って、まあいろいろね、あって、ちょっと達也の様子がおかしいっていう感じもあるんですけど、それは概要欄に貼ってますので、なぜおかしいかはぜひ見てください。ということで、こっちのチャンネルでは、今回は、まあ僕たちも2丁目で働いていましたし、はい、伊勢ちゃんも今も、いや、今は働いて、今は働いてない、うん、働いてない。まあでも働いたり、2丁目ちょっと遊びに行ったりとか働いたりとかしてたんで、今回は僕たちの動画の方では2丁目であった〇〇事件、イエーイ。ということで、2丁目であったなんかちょっとこういう変わった人がいたとか、ちょっとこういう変わったなんか事件を外で見たよとか、まあクラブイベントだったりとかでもいいんですけど、ちょっと発表していこうっていう回です。でも結構いろんな方がいらっしゃって、でも最近はなんかどちらかというと平和的になった気がする。あの外とかも、私言わせてもらうと、この人は一体何なんだみたいな人がいたんだけど、多分知ってると思うんだけどさ、なんかリュック背負ったおじさんいなかった？そこら辺にいない。そこら辺に背負ってるおじさんはいっぱいいるよ。こう眼鏡かけたリュック背負って、この名前ぐらいまでいたのかな。でなんかいろんな人になんかこうちょっと近づいていって、ってやって、そのリュックの中身何かって言ったら2リットルの水が入ってる人いなかった？知らない。やっとそれで、その人で声かけて、今から一緒に飲まないって言って、で、あの人面白いから何回も何回も言われるし、いろんな人にも言ってるから面白いから、じゃあ何それはおごってくれんのって言ったら、割り勘。割り勘おじさんだ。夜ずっといるから、このガバの中に2リットルの水が入ってて、それをたまに疲れてガバガバガバって飲んで、また本当に痛いよ。だからこれ多分知ってる人は知ってると思うよ、2丁目の人で。なんか結構変わった人たちはね、昔はよくいたんですよ、うん、それで言うと変わった人って言えば、まあ、あるお店の従業員さん、まあ、客引きの方だったんだろうけど、冷ややっこさんって覚えてる？覚えてる。キラ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 してた人でしょ。豆電球みたいな、このなんかもうクリスマスみたいなやつをつけて、ここになんか風車じゃないけど、なんか見たことあるプロペラみたいなのつけて、すごい派手ななんかお化けみたいな顔をして、ミニスカみたいなの履いてね、いた。あの人はでもだからいわゆる紹介してくれる人だったんだよね。結構名物だったよね、名物だったよね。そういう人ね。俺なんかあんまりこう話してなかったんだけど、実はマッサージのバイトをしてて、はぁ、マッサージって何なの？それどういう、どこまでマッサージ？体温式？結構まあ全て。じゃあリフレッシュあり。リフレッシュあり。マッサージし終わった後に、それお客様のにリフレッシュしていただくようなサービスがね、そう。まあそれも一個のマッサージですもんね。そう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 。で？やってる時にやっぱお客さんの中にやっぱ変わってるお客さんいるんだ。はいはいはい。いる。だけど、うん、俺その当時23、4ぐらいでやってて、6年ぐらい前だ。そうそう、結構前にやってて、うん、ああいうところってマッサージとかって年齢をやっぱ実年齢よりこう2個ぐらい下げる、そう下げる、1個か2個下げるみたいな感じでやってて、何に、そこまで言っちゃっていいのかなと思って。みんながみんなそうじゃないと思う。みんながそうじゃ、全員が全員そうじゃないと思います。夢を与えるお仕事だ。そう、そういうこ、そういう店もあるよっていう、うん、で、実年齢は俺より下だけど、表記上では俺の上の人が、普通に話せば、あの年下だけど、タイトとかで書かれている年齢では、年的には先輩になってる人がいたわけだ。そうそう、人がいて、その子がこう来て、で示してくれて、でその時に、まあ、なんか大体マッサージして、でちょっとまあ リフレッシュしてっていうのがまあ普通の流れなんだけど、その中でマッサージしてて、言葉攻めをされるのがすごい好きみたいなお客さん。向こうがね。そうそうそう、向こうがね。まあ普通の言葉攻めってまあ気持ちいいのかみたいな、まああるじゃん。っていうのじゃなくて、なんか罵ってほしい。M 系だ。そう。例えば、汚いちっこしてんなとか、その時は、なんか年下にいじめられてる僕って、本当に気持ち悪いですよねって言ってきたから、本当気持ち悪いよねみたいな。って言ったら、ブーンみたいな。こう感じちゃってんだ。そう、そういうのが好きだからね。早く行けやんみたいな。
うっせえなとか言って早く今日気持ち悪いんだからお前みたいなこと言ってもうえぇーって大興奮ごめんなさいってうわーってなすげえなお前言っていいのかなそれはどうすんのあっちはさそう演技で言ってほしいって感じだけどこっちはもう本心だから本心の気持ち本心の気持ち言ってたえ待って待ってあんたが変わってるって話なんかそういうお客様からの、 あのリクエストでまあちょっとできないよやってみようかなと思うんでちょっとどうだろうこやろうって言ってるのかなと思ったら本心早く行けよって思ってたんですよ早く行けよまあ思うんだよね多分みんなそうだと思う仕事的にねそう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 早くさっさと行っちまえよみたいな、うん、そういう風なスタッフもいらっしゃるかもね、うん、そう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 だから本心で言うとかすっごい楽であ逆にねあじゃあその気あるってこと結構罵りたいってことあなたはえ、S なの ?U なのいや、本当にどっちもできるどっちできるってこと待って、言うよねどっちでもある S できる人は M を知ってるからこそ S できるって言うよねなんかもう、自分がされて気持ちいいことするみたいなすっごい気になるんだけどさ、うん、終わるじゃん、うん、行かせた後、うん、相手もさ、こうすっごいさ、ムラムラ状態だったものがシュンってなるわけじゃん、うんうん、喧嘩入るじゃん、うんうんうん、どうなるのそれどう最後なんかで最後はオイルが塗られてるから、うん、お風呂入って帰る感じなんだけど、うん、もうなんか大体もうスッってなる最後までもうずっと S にしてるいやもう最後は別にありがとうございましたやっぱりさそういうところにでやる方ってちょっと自分の性癖が周りと比べてちょっと違うなって思ってる方がさお金を払ってちょっとそういうのを楽しみに行くっていうそうだねだから多そうなんかうん、うん、なんかあとはトイレしてるとこ見せてほしいあああれうんえマジで大きい方そう見せたのいやさすがに見せられなくて俺も、うん、便器になんか普通座ってするじゃん、うん、じゃなくて便器のとこに立つのこうあヤン座りみたいなしてあそうそうそう、うん、それをしてほしいみたいなそれを見たいうんこしてるとこ見たいそれもマッサージですえそうだよねだってさマッサージの場合はさ相手はさ例えば伊勢ちゃんがやってたら伊勢ちゃんの何を触ってはいけないじゃんそう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 いうなんかこっちからがするっていうのはなしだもんねそう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 でもまあその範疇内であだから資格だったら別にいいわけそうそうそうさすがに断ったけどそれで言うと昔やった男って二丁目の男に行って、うん、シャワー缶してるとこ見てほしいって言われてあ逆に相手がしてるところをあ、違う違うシャワー缶してるところを見たい見たいって言ったらあだからえ、見たいって言われたのうん、うん、でも綺麗にしてってからいいああなるほどね、うんうんうん、シャーしかない水が出てるみたいなもんだそうだからいいやと思って見せたほらええー、見せたんだえ、だから事故なの事故らなかったすごいだって絶対に事故らないもん私何の名言みたいに言うなよ私絶対に事故らないマジ安全運転だからコツあるのあコツ事故らないコツあるの丁寧にしっかりと丁寧にやるだからもうなんかみんな分かったでしょ私らが変わってんのよ新事件なんだね、うん、だから結局なんか昔の方が多かった気がするもう本当に5年前とかもさなんか2丁目でさ知ってる人がさすっごい怒鳴ってたの道端でバリ切れてたと思って、うん、そしたらそのゲイのね人にバッて捕まえられたのがノンケのストレートダンスの全裸で走り回ってるやつがこうやって捕まえられて そいつに「ここはお前が暴れていいとこじゃねえ!」ってめっちゃ怒られてるそうでしょ全裸で怒られてるのノンケが。いや全裸はどこもダメよ走り回ってたのよ、そいつがレオタードおじさんとかあ駐車場の赤いコーンに、うん、スパッツみたいな着てる人が赤いコーンにずっとこうやっていたねあそこ、ナインモンとかのチャンネルの動画がさ、流れてる場所がなんかイタリアンのお店だったじゃんそうだねで、そこの、あの店長と仲良かったからで、そこのビルで僕ももともとやってたから結城、今、前見てって言ったらその赤いポールにレオタドセンスとかやばいなっていうか、二丁目自体が浄化運動多分成功しちゃったのかすごい汚かったじゃん、二丁目って、うん、でもすごい綺麗になって、うん、あの交差点とかのところでも、無法地帯にゴミとか捨てられてたのね、うんうんうん、ああいうところに酔っ払いのおかまたちが飛び込むっていうさ、うんうんうん、何人かがさ、割れたグラスで怪我したりとかってあったもんね怖っ、そうなんだでも今でもこの曜日にしか出しちゃいけないってなってるから、うん、だから今ないけどねないけどね
だからそういうところに飛び込む人もいなくなったでしょ。飛び込むって何？危ないよ。飛び込む。ダイブ。ダイブもするし、みんなあそこで相撲取ってこうやってやられるしみたいな。でもあれでも割れたグラスとか入ってるから本当に突き刺さったら大変。危ないのよ。浄化運動。大成功だね。でも珍事件で言えば、一緒に飲んでた人がいたの。飲んでて、で すごい酔っ払ってた。タツさんはもちろん酔っ払ってたんだけど、その人も酔っ払ってたの。うん、で、あのもう店も閉まるし、外に出さなきゃいけないって言って、一生懸命出したんだよね、店に。で、タクシーにあの乗っけようと思って、うん、でも全然乗らなくって、でも一生懸命乗ったの。うん、でもその手前、道端でこんなになっちゃったりとか、なんかこう靴とかも脱げたりとか、うん、なんか他のママにあんたって言われてたら、もう誰やって言ってる人がいたの。で、タクシー乗せました。すごいな、相当酔っとるな、それ。タクシー乗せて、座ったのいいんだけど、シートに座らないで、この足、なんか靴のところに座って、送ってこうと思って送ろうとしたんだけど、下ろせ下ろせ、俺のことを下ろせ。それわしやないか。いや、まだわかんないよ。まあ、そういう人の中にはな、本当に怖い人だね。ちょっとあったけど、うん、でもタクシーのんちゃん、すいません、ちょっともうごめんなさいって言って、もうすぐもう10メートルぐらいしかまだ動いてないのに降りたの。そしたら、何を下ろしたと思ったら、まず靴脱いで、靴下脱いで、ズボン脱いで、で、上に来て、カーテンも脱いで、 T シャツとパンイチ状態で、うわーって言い始めて、ほんでもうダメだよみたいな、ほんとこんなこと言われたらどうすんの、いろいろ大変だよ、うるさい、俺は俺の勝手にさせろって言ってたオカマが一人いました。やっぱわしです。それやっぱり私です。で、こうその動画を私撮ってるんだけど、うん、ちょっとね、これはね、世には出せないさすがに出せないなと思って、それになるまでの手前の店の中の感じは、冷水動画で上がってます。うんうん、で、うん、その後、もう達也はしょうがない、なんとか載せたのかな、私帰ったのかわかんないけど、で、その日は終わって、次の日、普通に撮影だったんだけど、結城がなかなか来なくって、でも来たと思ったら、全く昨日と同じ服着てたの。どこにおったんっていう。え、実は留置されてたの。え、やだ、警察に保護されちゃったの。でも別に暴行したとかはない。え、普通に多分寝ちゃってただけ。パンツ、いや、パンツではないと思う、履いてたから。で、その日結城が来なくって、で、指原が家にまで行ったりとかして、これ大丈夫かなって言って、で、ちょっといろんなところなんですよ、警察に行った方がいいよって言って、四つ警察署かなんか行ったら電話来て、おったわ。でもパニック起きたらその中だからと思って、で、その日に生まれた名言が名を名乗れ。どういうこと？なんかずっと飲んでる最中にいろんな人がおるんよ。でも知り合いもおるし、でもなんかその知り合いの知り合いもおるから、知らない人もおるんだけど、ずっと名を名乗れ。で、でも結城帰るよ、結城帰るよっつったら、名を名乗れ。誰じゃん、名を名乗れとか、名を名乗れのおじさんがいるっていう。2丁目に珍事件だね。でもなんだかんださ、酒の街だから、ここはさ、うん、なんつっても、なんか LGBTQ とかね、いろんな話ありますけど、なんだかんだ言っても酒の街だからね。お酒好きが集まる。そう、うん、騒ぎたい人が、そう、お酒は騒ぐ街でございますからね、皆様ぜひぜひお酒飲まれないように気をつけてください。はい、ということで、あの達也たちね、セカンドストリート、あのね、伊勢ちゃんスタジオの方にも出させていただいておりますので、はい、っていうかさ、ちょいちょい呼んでほしいよな。あ、動画を、うん、出てほしい。そう、しかもなんかさっきもちらっと、まあ、動画外で言ったけど、うん、自分の YouTube に YouTube をちゃんとしてる人が出てもらうのが初めてで、うん、もう初出場。出場参戦選手失礼しました。また呼んでくださいはい、お願いします。もう、はい、ということで、あの概要欄貼ってありますので、皆さんぜひぜひね、チャンネル登録お願いします。お姉図鑑も出てくださっているので、うん、そちらの方も合わせて皆さんぜひぜひね、ご覧ください。お願いします。ということで、次の動画も見てくれるから頑張っていいと思う。ありがとうございます。男は度胸、女は愛嬌、おかま
ますね背負い投げのけも女子もお邪魔しますの精神で歓迎